どうも、あきです。栄冠9やっていきましょう。はい、5年目夏大会2回戦からやっていきたいと思います。いや、平林と野口にね、ついにベンチ入りしてもらったので、まあ、いろいろな作戦がね、こっから打っていけるかなと思います。では行きましょう。いや、今年も甲子園行きたい。本当に甲子園行ってね、いろんなメンバーを出してこう育てていきたいですよね。お、板垣いいね。てか、板垣強っ。てか、これが全員2年生。いやー、この年ほんと豊富だな。来年絶対甲子園優勝したい。よし。もうね、3年生が2人しかレギュラーにいないんでね。いやー、調子もいいね。行こう。で、オーダー見ると一応確認ね。野口と平林が今回からレギュラー入りしています。レギュラーじゃない、ベンチ入りしています。行きましょう。調子がいいぞ、みんな。危ない、今水をぶちかますところだったわ。箱根学園 VS ウーム高校、アンドロメダ高校みたいなユニフォームやっていきましょう。ちょっと天気が悪いですね。いや、総合戦力 A だ、 A なの？ B って前評判 B だったんですけど、まあ、変わるんは変わるんですけどね。やばいやばい、久しぶりに総合戦力 A のとこと当たった。マジか。まあ、けどこっちも全力なんでね、オーダーも全力なので、野手データ、うわ強え。強いなー。うわ、ピッチャーやばすぎ、ピッチャーやばすぎ、打てないでしょ。てかこんなのいたらメジャーだよ、メジャー。いや、メジャーにもいないよこんなピッチャー。なかなかやばすぎでしょピッチャー。たまに栄冠9化け物のチームいるよな、本当に。天聖プロ。マジかよ。天聖プロが逆にめっちゃ弱く見えるぐらい弱いチームじゃねえかよ、これ。ほら。ほら。くっ。いや、勝つぜ。勝つぜ。勝てばいいんだ、勝てば。第9。このネギシっていうピッチャーがやばそうだな。あ、よく打った。ミネギシ大好き、ミーちゃん。やっていきましょう。ミネギシ、よし、いいぞ、いいぞ。4番、戸田。さあ、どうしようかな。いや、3年生だし、お任せあるな。いやー、落ちろ。あー、正面か。スリーアウトチェンジ。雨降ってる。5回。これで。でもまだ点取られてない。まあ、こっちも勝田っていういいピッチャーいるんでね。くっそくっそ、1点取ろう。とりあえず勝田はバッティング能力もいいので、こんな感じ。うわ、もういいじゃん。もうそろそろ FD 行くじゃん。まあ、流し打ちでいいか。頼む勝田。抜けろ。うわ、惜しい惜しい。得点圏にランナー。うわー、くそ。いや、まだまだまだ。よし、抜けろ抜けろ、取るな、超えろ。まだ3点差。魔物とか使えれば全然可能性あると思うんで。根岸が強え。セーフになれ。よーし、ナイスヘッドスライディング。根岸ってこの牛タン屋かお前。よしよし、行った。地方球場の魔物で、パワーヒ持ちだよね。頼む、この回にかけるしかない。この回大量得点だ。よーし、ナイス戦、ナイス戦。篠田もパワーヒ持ち。お、いいね。お前も地方球場の魔物持ってるのか。エラーしろ、エラーしろ。ゲッツーはやめて。よし。よし、栗山監督頼むぞ。とりあえず急成長はもう使いましょうね。どうしようか、流し打ち持ってるんで、ニート積極、こんなのかな。頼むぞ栗山監督。
よし、ナイスバッティング、栗山監督。やばい、1年がもうこの活躍である。ナイス栗山監督。秀樹、イエー、万歳秀樹、秀樹感激。よし、やっていきましょう。あー、どうしよう、勝つと代打出すかどうか、これ悩みどころ。いい代打の選手はいるんですよ、もちろんダイソーっていうでもある。いやでもまあダイソーはまだいいから、盗塁するわけでもないし。いやーでも勝田が大エースだからな。よし、勝田に任せよう、任せよう、頼む勝田、お前に任せる。もうネギシ、ネギシ、頼む宮内、宮内頼む。取るな、よし回れ、よしよしよし、ダイソーはまだ早い、同点。どうしようか、どうしようか、これでワンアウトだとね、盗塁させてもいいんですけど、ダイソー出して、よし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 。まあもちろん魔物の効果もありますが、ヒットが続いたので、この回は。セカンド代わりに守れる人がいないもんね。そんなダメだ。さあ、ファイトを前面に押し出したバッティングをしてほしい。で、そうだ、浅井は阿部日持ちなんで、ニートだよね、これだね。よしよし、入れ入れ、浅井浅井。いや待って、総合戦力 A の相手に勝てたらもうこれは甲子園いけるでしょ、今年も。てか今年の甲子園優勝見える、連覇、まさかの勝田の代で調子に乗っていく。8回表、まあとりあえずファイトは使っていいかな。伝令も、え、待て待て待て、伝令今何を押した、待て待て待て、よくわかんないことになった。まあいいや、あ大丈夫、スタミナが上がってる、いいでしょう。丸を連打してしまった、まあいい、スタミナ上がって、もう完封するんや、完投するんや、完封は無理や。ちょっと取れる、惜しい惜しい惜しい。やっぱり来年篠田、お前はもうちょっと守備上げよう、今のを取れるぐらいに守備上げよう。伝令、平林、いや化け物じゃねえかよ、化け物じゃねえかよ、これもう。セカンド、ゲッツゲッツゲッツゲット、ツーアウト、略、よし。ネギシ、お前バッティング能力もいいのか、ネギシ5番打ってるのか、ネギシ緩急重視。セカンド取れる、不明、よしよし。もう使いましょう、ニート阿部日、チャンスメーカー流し打ち、よし。いきなり強なったな、お前も、よし。あー、くそ、ボールを掴みました。地方球場の魔物を、よし。で、ダイソー出す、ついに。三塁手か、ついに出すか。いや、まだいいな、三塁手変に変えたら。やっぱベンチがいないからな、三塁手なんて1,2,3 年誰もいないよ。1年一応いるけどね、1年がヘボいからね、まだいい1年生ではないから、三塁手。これでツーアウト、ファイト。さあ、持ち前のファイトが前面に出てきました。成田は、あれあれ、勝手に佐藤を下げられてる、
佐藤を下げていつの間にか成田になってる。勝手に下げられてるやつね。プレイ。じゃあ成田はパリで、佐藤が下げられてる。いやー3点差怖いな。3点差で最終回。とりあえずタイム、守備交代。ついに輝く平林。ダイソー、ダイソーじゃない、守備固め平林で、平林をセンターに持っていく。で8番なんでね、全然打順は回ってこないんで、もし3点取られて追いつかれても大丈夫でしょう。よしで、伝令、守備に気合を入れる。よし、これでいくぞ。サード取れる。うわ、くそ、惜しい。ボールは中継、片山ナイスバッティングです。代打は裏。いやー怖い。あーあーあー、いや待て待て待て、この強さ相手に勝てたらすごいって言おうと思ったらやばい。待て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 、ね、守備位置はね、中間守備でいいわ。逃げ球持ってるからホームランだけはやめろ。よしよし、中間守備だからゲッツー取れるでしょ。よっ、ああーくそ、取れんかったか。やっぱ守備方持ちを上げないとゲッツーすら取れないな、セカンドゴロで。ライト下がって取れる。よし、これでツーアウト。となってくるとどうしよう、2点差。いやでも守備うまいな、普通に守備固めになる。あ、そんなことないのか、あれか、あれ使ってるからうまく見えるのか。うわ、なんで勝手に外野手監督変えてんだ。あんま変えてほしくなかった。いやー並木に変えようか。よし、 OK、 これで頼む、抑えてくれ。うわー怖い、これで負けたらやばいからな。並木に変えたのはこっちの方がいいと思ったから、能力的に取れる。あっ怖い。頼む、よっしゃー、成長もさせれた、1年も出せた。よし、 OK。 いやー白熱だった。まさかこのピッチャー相手に勝てるとはね、思わなかったよ。よし、 OKOK。 こうやってね、で1年生もちょっとずつ出しながら成長させていければ、また来年再来年へとね、つながっていくかなと思います。見てください、藤倉最後1イニング守っただけで補給が3も上がってます。よし、ただなんかね、勝手に出すのやめてほしいんだよな、みんな。うわくそ、これ止まりたいな。ミゾットアイテム使おうかな。勝手に選手を変えるのやめてほしいな。あ、ないないな、仕方ない、止まれないやつだ。よし、ではもう1試合いきましょう。今週の予定、前評判 D なので、D となれば、では起用変更で、さすがにね、平林か、まあ、今回も平林と野口の力あんま借りてないので、1年生入れてあげて、なるべくね、経験積めるようにしたいと。まあ1年の投手2人入れようかな、小原と筒井。あ、でそうだ、一部コメント欄であるのが、米川のミートがいいんで野手変更もワンチャンあるんじゃないですかっていうコメントあったんですけど、まあチャンス左、盗塁走塁走球全部いいだし、まあ投手能力も微妙っちゃ微妙なんですけど、もともとドロップカーブは3だったっていう点と、まあこの平林がね、結局これくらいの能力に落ち着いたっていうところで、やっぱりピッチャーはね、勝手に投手能力もメインで上がっていくんで、あんまり僕はね、今後はピッチャーで育てようかなっていうのがね、
正直なところですね。はい、よし、野球が上手くなるように、よし、前評判 D だとさすがにね、もう最高 B とかでしょ。よーし、というわけで誰にしようかな。戸田にするか。花から2年生を出してあげるまであるんだよな。いやほんとそれあるな、花から2年生を、荻野を出してあげるまであるな。どうしよう、あーでも戸田にしちゃったから、まあこれでいいや。ナメプは良くない。あ、これ菅野がいるっていうことは小田原工業か、松坂もいるとこじゃない、例の出た小田原工業。ここはもう毎年ボコボコにしてるんだ。地区大会3回戦の模様をお届けいたします。なぜでも菅野と松坂がいて弱いんだこの高校は。三塁側小田原、今年の菅野やばいぞ。拍手に送られて守りに散っていきました。さあ3回戦プレーボールです。総合戦力 C、 もうここは毎回当たってるのでね、もう見るまでもないんですが、一応見ると野手データこんな感じですね。お音坂すすすすすす、まあ菅野も魔剣を持ってるのでね、高浜もいるところすで、おそらく、松坂がいますね。はい。何年になったんだ、君は。2年。まだ2年なの？なんか昔からずっといる気がするけど、まあいいや。でもまあ赤徳の多めなので、あんまり怖くないっていうとこ。松坂も出てきても。第9。初球から打ってった。アルボー！これは1年をね、大量に出したいっすね、また。早く点差をつけて1年を大量に出したい。あ、応援忘れてたわ。でも応援しなくても5があるぞ。よくわかんないですね、応援も。よし、惜しい。あ、ゲッツ、よーし、オッケー。記録はショートのエラー、ショートのエラーです。あ、で、そういえば相手捕手の肩あれを見ていないんですが、相手捕手の肩を見てみましょう。あ、めっちゃ肩強い。やめましょう、盗塁は。これは犠牲フライには十分でしょう。よし、OK。ただ、まだ1点しか取ってない。さあ勝田がね、本当に素晴らしい能力になってきましたよ。今回ファイト使おうかな。うわー、セカンドアウトにできる、セカンドアウトにできる。やばい、ノーアウト満塁だ。普通にやばい、やばい。小田原工業あんなにバカにして負けるわけにはいかない。あー、平林入れればいいのが投手能力をねものすごく上げてくれるんで、そこはありがたいから。まあ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 、でもこんなところに負けるつもりはないんでね、こっちも。え、やばい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 。高校チーム追いつかれました。1対1。さあ、船木、船木、全国の船木さんって絶対これを1回は言われるよね。船木ゲッツ。おい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 、おい、おい、ショート、へい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 。これはまずいですな。やばい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 、ナメプよくない。でも大丈夫、なんだかんだ言って負けないから。まあお任せでいいね。
右中間へのフライですがライト掴みました。これで2アウト。ふぅ2アウトランナー、もう使いましょう。ラッキーボーイ阿部ヒミート接点引っ張り、フェアになる、惜しい、よし入る入る、よーしよしよし、うん負けないからね。小田原工業といつも接戦に中盤までなるんですけど、結果終わってみればすごい大差がいつもついているので、これもお任せでいっかな。まあ強振多用で、積極強振お任せで。入る入る、いいねいいねいいね、終わってみれば大差で勝ってるのよ。ただ勝田が打たれたのが悔しいな、個人的には。悔しいです。ラッキーボーイ、ほら菅野君球数100球超えてるよ。そろそろ松坂出す、松坂犠牲フライには十分でしょう。ひとまず同点、別になめぷしてるわけでもない、スタメンは全員ね、こっちも全力だし、平林と野口を入れてないだけベンチに。あーくそ抜けないのか、これで2アウト。そうだな、3年生だしお任せにしてみよう。よし、オッケー。ヒットになります。高校チームここで勝ち越しました。6対5。さあ、もっと点差つけて、コールド寸前まで持っていって1年を出すぞ。村上。松坂じゃなかった。遅いな。オッケー。ほら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 。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケーオッケー。ほら、秋監督がうっしゃーってやってる。いやーもう古田の災害まであるな、キャッチャー B ついてて、ね、眼鏡ということは。よし、ピッチャーが並木に変わってますね。低め丸持ってる、センター取れる取れる取れる、オッケー。さあこの回あと3点ぐらい入れればね、本当に最終回楽に勝てるんだが、松坂出てますね。違うな、ここはしっかり。じゃあまあちょっと経験積ませるというところでこうやろう。でそうだな、お任せでいいや、3年生だし。ナイス松坂、そろそろ1軍に上がってこいや。1番バッターな、バリコース引っ張る、うん、いい、惜しい、1・2塁間のゴロ、ただ掴んだ、ベースカバーに入る、取ってアウト。よき進塁打でしょう。でまたこれでダイソーのところにまたダイソーを出して経験を積ませるなんていうのも全然ありだと思うんだが、高校チーム、トミボールを掴んだ、クソ1点も取れなかった。スリーアウトチェンジで最終回3点差なんだよな。欲を言うと全員出してあげたい、全員出そう、菅沼がまだいるし、全員出そう、よし行くぞ。とりあえず伝令で、いやーかっこいいね、相手バッターかっこいいね。とりあえず守備に気合を入れようかな。
そう、1人ずつ変えるとこのカードがねみんな使えるんで、よし、よーし、オッケー。で、タイム投手交代、次小原、よーし、完璧完璧。さあ、究極の思考が解き放たれることになるか。防御率 40.5 出てるんだね、大会に。実はちょっとセカンド、オッケー。いや、これ完璧、こういう大会が完璧。こうやってしっかり勝ちながら1年生も出せる大会は本当に完璧。菅沼、よし、オッケー。これ本当にね、野口と平林のけて正解でしたね。結果一瞬ヒヤッとしたけど、中盤ね4点差とかついたけど、ライトオウ、オッケー、完璧だった。よし、これでね、またまた、まあ将来的な目標は来年の全国制覇なんでね、何度も言っているんですが、そこは念頭に置きつつ、今年も甲子園に出たいというね、作戦のもとをやっております。完璧。一応見てみると、お、板垣プルヒッター、いいね。これで今後引っ張りをね中心に使っていけばいいかな。いいね、みんな成長してますね。うん、栗山もパワーもういい、43まで来た、素晴らしい素晴らしい。ダイソーでちょっと出ただけの選手もね、しっかりね能力上がってくれてますね。はい、オッケー。あれ、黒滝と湊って出してなかったっけ。まあでもちょっと怖いか、さすがにあんまり出しすぎるのあの点差でね。オッケー、野手まで全部変えると一気に戦力落ちるんで、まあそこはねちょっと割合見つつではあるんですが、はい、というわけで、今週の予定見ますと、次は前評判 E ということでね、さっき前評判 D だったんで、これよりまだ弱い相手が準々決勝で来るということで、まあ引く続きね、平林と野口には、ベンチ外で応援してもらいましょう。またね、前評判、もっと高いチームと当たったら、また野口、平林を入れて、普通にいいダイソー、平林に関してはいい守備固め要因になるっていうのもあるんですけど、一番大きいのが伝令ですね。3年生の方が、伝令に出した時に、いいね、投手能力をいっぱい上げてくれたりとか、より良い伝令になるので、そこが大きいかなと、今回の動画では思いましたね。まあ、ただ、やはり今みたいにね、1年生、最後ちょっとずつでも出してあげると、すごい成長するので、そこはちょっと、狙っていきたいというところもあるんで、前評判、弱い相手には1年生、ベンチ入り。で、強い相手には、ベンチメンバーも含め、しっかりね、3年生入れていきたいなと思います。順調に今年の夏大会来れていると思うんで、引き続きウーム高校へのご声援のほどよろしくお願いいたします。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。ぜひともウーム高校へのご声援は高評価でよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。